どうも皆さんこんにちは、川島貴博です。いつもご視聴ありがとうございます。本日なんですけども、僕が最近この梅雨が始まってすぐくらいの、この昼間は蒸し暑いし夜はちょっと肌寒いしっていう今の時期なんですけども、その時期に今お気に入りの服装コーディネートっていうのが5種類くらいあるので、動画を回してもらったりとかしてちょっとお伝えしていければと思いますので、1日ごとに多分解説すると思うので、まあ、その流れでちょっとお送りできればと思います。多分今の時期だと長袖もちょろちょろ着たりとかもあると思うんですけども、できる限り早くアップロードするので参考になればと思います。ではではではスタート。そうですね、今日は T シャツはコストコのタック T シャツですね。6枚で3000円くらいのやつだった気がします。あとは、まあ、アクセサリーはいつも通りですね、指輪と時計、あとアメリカンオプティカルっていうなんか1950年代の一応ヴィンテージのフレームになんかフラットレンズをつけてもらってます。であとはこっち映してこっち501とコンバースっていう感じですね。暑いっす。501は今育ててるんで、なるべく履くようにしてます。眩しいし暑いし最悪なんだけど、高円寺で買った古着ですね。なんかコメント欄とか DM でももらうんですけども、古着なんで、古着のキューバシャツで色が可愛いんでゲットしました。はい、ということでですね、コーディネート2つ目、今回のコーディネートなんですけども、足元がダナで517のリーバイス、これがちょっと太めのものですね。あとはお気に入りのユナイテッドアスレのヘンリーネックです。でちょっとね、こんな感じで袖まくってあげてもバランス取りやすいです。はい、で今この梅雨時期に足元暑くないのって感じなんですけど、ダナって内側がゴアテックスになってるんでそこまで蒸れないんですよ。だし急な雨降ってもゴアテックスなんで中まで浸水してこないんで、だ結構こういう風な天気が変わりやすそうな日はこのブーツ頼ったりとかもします。はい、そんな感じです。今回のコーデは全部白のコーディネートですね。プローバーのシャツがすごく気に入ってて、ですごい涼しいんですよ。なんで夏とかにもこういう風に袖まくっちゃえば、夏じゃないか、梅雨始まりくらいなんですけども、夜とか結構寒い時もある、今回のコーディネートが多い時があります。でパンツは白のワイドパンツ、これが最近お気に入りのシュタインのパンツですね。あとはまあダナー、前もこれ履いてたと思うんですけど、ダナーのブーツを履いてやぼったく足元はしてます。はい、そんな感じですね。あと何、あとインナーのタンクトップはユニクロです。もう XL サイズとか L サイズとかをため買いしてますね。
古民家カフェに来ております。いただきます。ポリポリっすね。うん、うまい。今日の場所はどんな感じですか？今日は ハットにアスレのビッグポケット T シャツに、アスレユナイテッドアスレにユニクロの、あのセオリーとコラボのやつの感動パンツ、そのシャカシャカっぽい感じのやつを履いてます。あと靴はハワイアナスのサンダル超ラフラフです、うん、ラクチンシンプルコーデで本日はお送りしてます。結構やっぱね、髪型めんどくさい時はハットに頼りがちだよ、ね、絶対に。はい、以上です。最後のコーディネートがこんな感じです。スケボーをちょっと夜中に今やってるんですけど、その格好じゃないですけど、黒のスキニーパンツ、これは無印良品ですね、の方をちょっと8分くらいまでロールアップして、中に黒の長い靴下とエラ、あとは上はユナイテッドアスレのヘンリーネックですね。あとスケボーを持ってっていう感じでやりました。まあ、なんかスケーターで言うと、そのディラン・リーダーっていう、今もう亡くなっちゃったスケーターがいるんですけども、そのスケーターがすごい好きだったんで、その人のファッションがすごくかっこよくて、なんかこういう風な黒いスキニーだったりとか、細身のパンツをちょっとクロップさせて、でなんかこういう風なローテクなスニーカーを長い靴下と合わせるっていうのが、一時期すごく流行ってたんですけども、それを僕がもうあんまりスケボーやんなくなっちゃうタイミングくらいで、そういう格好してたんで、未だにスケボーやるときはこういう格好だったりとか、普通に最近だと黒のスキニーもよく履くんで、そういうときにはこういう風に合わせたりとかしますっていう感じで、お米でした。はい、ということでいかがでしたでしょうか。コーディネート5つ、最近のお気に入りということで、お伝えさせていただきました。最初のコーディネートの方がリーバイスの501と白 T ですね、コストコのパック T と、あとは古着のそのキューバシャツという形ですね。足元は確かコンバースの方を合わせていたんですけど、まあアメカジみたいな感じですね。最近アメカジがとてもやっぱり好きなので、そういったコーディネートをする機会が多いのと、501を育てたいなっていう、なんていうんですかね、気持ちがすごく強いので、なんか積極的に履いてしまっている部分があります。で、二つ目なんですけど、あれもリーバイスの517、ブーツカットですね。ちょっと太めのブーツカットに、ユナイテッドアスレの黒のヘンリーネックを合わせてます。ヘンリーネックはなんか印象を変えやすいので、シャツは着たくないくらい暑いしっていう時にはすごくいいと思います。あとは足元がダナのブーツ、スウェードでちょっと暑そうに見えると思うんですけども、中がゴアテックスになってるんで、そこまで蒸れないんですよ。なので結構快適ですね。革靴を履くよりも全然僕は快適に過ごせてます。で、3つ目なんですけど、ホワイトコーデですね。全身白でコーディネートした形になるんですけども、あんな感じでこう上に V ネックの古着のね、プルオーバーのシャツみたいな形と、下は白のワイドパンツを合わせてます。結構同系色で合わせるので抵抗がある方いると思うんですけど、ちょっと色味をずらしたりとか素材感をずらしてあげれば、すごく雰囲気が変わって、なんだろう、こなれ感みたいのが出ると思うんで、おすすめです。で、4つ目の方がユニクロとセオリーのコラボの感動パンツと、上がユナイテッドアスレのビッグ T シャツ、
の方を合わせてみました。こんな感じでね、ラフスタイルは僕は結構多いですからね。特にめちゃくちゃ暑い日なんかはあれすごく快適なので、あのコーディネートめっちゃいいです。で最後の方が無印良品のスキニーパンツに、上がユナイテッドアスレのまたヘンリーネックの白の方を合わさせてもらいました。あんな感じでちょっとスニーカーもローテクのエラーであったりとか、中にそのロールアップしたスキニーの中に長い靴下とか合わせて、ちょっとスケーターファッション的なね形でちょっと作ってみました。今回の5コーデ組んだのが梅雨の始まりっていうところなので、その昼間はちょっと蒸し暑かったりとか、夜は寒かったりとか、逆にもう昼間めちゃくちゃ暑くて夜も暑いとか、昼間も寒くて夜も寒いみたいな日もあったので、ちょっとコーディネートとしてはバラバラしてる状態にはなるんですけど、また今後ねこういった形でお気に入りのコーディネート何選みたいな感じで時期ごとにやっていければと思います。次は多分真夏になると思うんで、ショーツだったりとか、その T シャツ1枚のスタイルが多くなってしまうと思うんですけど、なるべくその帽子であったりとか足元とかでちょっと参考になるようなコーディネートを今後作っていければと思います。はい、今回の動画が良かった、参考になった等ありましたら、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。また次回の動画で会いましょう。バイバイ。